西门下一簇摇晃，悠悠荡荡。チャイナメディアグループは17日午後8時に、旧暦8月15日にあたる中秋節を祝う特別番組として、中秋節の文芸の夕べ、中秋晩会の放送を開始した。2時間にわたる中秋晩会は3部構成、月の出、月の花、月の名となっている。月の出をテーマとした第1部は、宋代の女流詩人、李清照の作品を翻案した歌が幕開けを飾り、中国の伝統的な音楽要素と現代的なスタイルを融合させた数々の曲が披露された。时间里躲藏，我眼里看不见方向，拆开成两半的坦荡，假期或心持续燃放，谁还在苦苦的奢望，脚下的路日子漫长，头顶的疤还在滚烫，顺着雾水流向月光，就算人生中到站难免有遗憾，不做梦寐往事踪影，往事踪影。